この動画ではくも膜下出血についてお話ししていきます。くも膜下出血は救急の現場において頻繁に遭遇する疾患であり、命に関わる疾患であるため、救急の現場に入る発疹技師はくも膜下出血に関する知識をある程度身につけることは必須であると考えます。なのでこの動画の目標としては、くも膜下出血の病態と画像診断の典型像を学ぶということをテーマにまずお話したいと思います。画像ベースで丁寧に解説をしていきます。さらにくも膜下出血はもし見逃してしまった場合、医療訴訟の対象となりやすい疾患です。しかし発疹技師は近年スタッド報告が話題となっており、緊急の画像所見を見つけた場合、発疹技師には報告義務があります。なのでその報告義務を怠ってしまった場合には、発疹技師にも責任が及ぶ可能性があります。よってこの動画ではくも膜下出血をいかに見逃さないか、非常に、所見が難しい場合においても見逃さない読影技術を身につけ、適切なスタッド報告ができる技師を目指すというテーマでもお話ししていきたいと思います。それでは始めさせていただきます。それではまず典型的な症例を提示します。57歳男性、突然の激しい頭痛嘔吐の患者さんです。まずこちら単純 CT ですけれども、脳底層やシリビウス骨、シリビウス列に人手形もしくはペンタゴンと表現されるような出血があります。くも膜下出血の所見です。 CT アンギオグラフィーが施工され、黄色の矢印で示す左の中大脳動脈に動脈瘤が見受けられました。この動脈瘤の破裂が原因のくも膜下出血と診断され、再出血を予防するために開頭クリッピング術が施工されました。くも膜下出血の要点について見ていきたいと思います。くも膜下出血は英語でサブアラクノイドヘモリッジですけれども、このアラクノイドがくも膜という意味です。サブが下という意味で、ヘモリッジが出血なのでくも膜下出血と言います。SAH もしくは、ザーとおっしゃる方もいらっしゃいますけれども、名前の通りくも膜下腔に沿って広がる出血です。こちらに脳の解剖を示しますが、頭蓋骨の下には髄膜と呼ばれる層構造があり、外側から硬膜、くも膜、軟膜という順まで並んでいます。そのうち今回注目したいのがこのくも膜という部分で、この板のような部分とこのようにクモの巣のように張り巡らされた部分があります。この部分がクモの巣のように見えるのでくも膜というようです。そしてこのくも膜と脳表軟膜の間にはスペースがあり、その部分に出血が広がっていくと、このように脳底層やシリビウス骨と呼ばれる部分に CT で高信号として出血が病出されていきます。この部分に血液が溜まっていくと、脳がどんどん圧迫されていってしまいますので、バットで殴られたようなというふうに表現される突然の強烈な頭痛、また嘔吐中枢が刺激されるためおしんや嘔吐、頭蓋内圧更新が起きますので意識障害、めまい、動眼神経麻痺、髄膜刺激兆候などが起きてきます。またちょっと放射線技師にとって大切な知識で、今後詳しく扱っていくと思いますが、アーキュー性器にスパスムと呼ばれる血管収縮が起き、脳梗塞を合併することがあります。また水頭症をしばしば合併します。くも膜下出血の 10% から 25% は病院に来る前に死亡し、 20% から 25% が入院後に死亡または重篤な後遺症を残し、 30% 程度が社会復帰まで回復するというふうに言われています。なので言わずもがなですが、くも膜下出血は命に関わる疾患であり、スタッド報告の適用となる緊急性の高い疾患となります。このスタッド報告については後で詳しく説明していきたいと思います。くも膜下出血の原因についてですが、放射線技師が救急の現場で撮影を行う場合、その原因のほとんどは脳動脈瘤の破裂か外傷だと思います。特に頭蓋内疾患のうち 80% 以上が脳動脈瘤の破裂が原因ということで、くも膜下出血を見た場合、 CT アンギオグラフィーや MR アンギオグラフィーを撮影することによって動脈瘤を探しに行くことになると思います。また若年者20代から40代のくも膜下出血には注意が必要で、この場合は脳動静脈奇形などが原因の場合が多いので、それらを念頭において撮影に臨むことが大切です。また危険因子については表の通りですが、高血圧、脳卒中の家族歴、喫煙、塩分摂取などが危険因子となっています。くも膜下出血は
約3分の1の患者さんが亡くなってしまう怖い疾患ですけれども、その命に関わる疾患であるくも膜下出血に関する裁判を一つ紹介したいと思います。2003年の大阪府の裁判ですけれども、50歳代男性の患者さんが激しい頭痛と嘔吐のため神経外科医を受診します。受診時にすでに嘔吐は収まっており、血圧脈拍は正常でした。医師は CT を撮影せずして鎮痛剤を処方して帰宅させてしまいます。その後頭痛が持続し意識障害となり、救命センターに運ばれるわけですけれども、造影 CT で左内頸動脈後交通動脈分岐部の動脈瘤破裂が原因のくも膜下出血と診断されましたけれども、その後死亡してしまいます。この医師は、裁判になってしまいますけれども、 CT を撮影することなくくも膜下出血ではないと診断し、 CT 撮影可能な病院へ転院させなかったことから転院義務違反として6,965万8,969円の賠償を支払うように命じられたという内容です。このような裁判に関しましては、放射線技師は無縁のように感じますけれども、近年放射線技師にもスタッド報告という概念が出てきています。このスタッド報告というのは、生命を脅かす緊急性の高い疾患の画像所見がある場合、放射線技師には報告義務があるというものです。このスタッドというのはラテン語でスタチムという意味、ラテン語スタチムの意味で、遅らせることなく、すぐに、直ちにという意味のある言葉です。生命を脅かす緊急性の高い疾患というのは、代表的なものにこのようなものがあると思いますけれども、当然くも膜下出血も含まれます。 CT や MRI など撮影をした際に一番最初に画像を見るのは放射線技師であり、このような重要な疾患の画像所見がある場合には放射線技師には報告義務があるということです。現在は2020年代ですけれども、2020年代以前の考え方としては、放射線技師は撮影するのが仕事であり、このような裁判とは無縁だというふうに考えている方も多かったと思いますけれども、このようなスタッド報告の概念が出てきた2020年代からは、報告義務を行った放射線技師にも責任が及ぶ可能性があります。なのでくも膜下出血に関して知識を持つことは当然ですけれども、いかにくも膜下出血を見逃さないかということを意識した読影技術を身につけることが大切だと思います。この動画ではそのようなくも膜下出血を見逃さないための読影というのにこだわって、この後解説していきたいと思います。先ほどのスタッド報告の話でもあったように、くも膜下出血を見逃さず、いかに適切なスタッド報告を行うのかが放射線技師に求められます。そのために今回の動画ではこの5つのテーマを、詳しく説明したいと思うんですけれども、くも膜下出血を見逃さないための読影法として、脳室とくも膜下腔の正常解剖を知ること、典型像を含む画像所見について知ること、そして読影のスタンスとしては、読影するスライスをグループ分けし、ポイントとなる部位を知っておくこと、特に左右比較をすることが重要です。そして、読影の意識を変えることをですね、くも膜下出血を見つけようとした際についつい高信号を探すという意識で読影してしまいがちですけれども、それよりも低信号がないというスタンスで読むことが大切なので、それについても詳しく説明していきます。そして最後にモダリティごとの適用を知るということです。これらを、テーマにし、一つ一つ詳しく解説していきたいと思います。こちらに単純 CT の画像を載せましたけれども、脳脊髄液などの水が流れるスペースは単純 CT では通常このような低信号に見えます。こちら人手型で見える一番有名な断面だと思いますけれども、この断面では脳底層やシルビウス裂などのスペースに脳脊髄液が流れています。またこの部分を側脳室というんですが、このような脳室の部分も重要で、脳室の一番下の部分ですね、側脳室下核の部分もこのスライスでチェックすることができます。そこから上に上がっていき、側脳室に関してはこの後ろの部分ですね、側脳室後核の部分もくも膜下出血では重要な部位です。またこの断面ではシルビウス裂も左右比較しながら読影することが大切です。さらに上に上がっていき、後位脳孔の部分ですね、この頭頂の部分にあるこのような脳孔までしっかり丁寧に読影していくことがくも膜下出血では重要です。また下のスライスですね、下のスライスにはこのような脳幹があるんですが、脳幹の例えばこの胸の前の胸前層などのスペースにも脳脊髄液が流れていますので、この脳幹付近のスライスもしっかりしてチェックしていくことが大切だと思います。
読影するスライスのグループ分けについてですけれども、まず脳底層や側脳質、価格が見えるスライスあたりをチェックし、徐々に上に上がっていきます。そうすると、側脳質広角やこのような尻尾性質が見えるスライスを通り過ぎ、後位脳項まで丁寧にチェックしていきます。下の断面については脳幹のスライスをしっかりチェックし、このような脳幹周囲の脳脊髄液が流れるスペースを丁寧に読影していきます。ここからは各スライスのどの部分に着目していくのかについて説明していきたいと思います。それではまず脳底層のスライスから解説していきたいと思います。こちらに CT、こちらに MRI の T2 強調画像の同じスライスを並べていますけれども、CT で黒く、T2 強調画像で白く表示されている部分というのは脳内の水、つまり脳脊髄液を表しています。くも膜下出血は、この脳脊髄液が流れるスペースに出血が生じる疾患です。まず、このど真ん中の部分ですけれども、この部分を脳底層、もしくはトルコアンの上の部分ということで、安上層と言います。この部分は、形態上、五角形のような形を作っており、ペンタゴンとも呼ばれます。その横には、シルビウス国というスペースがあるんですけれども、MRI で見てみると、この部分に黒い構造物があります。こちらは中大脳動脈と呼ばれる血管になるんですけれども、この例えば中大脳動脈に動脈瘤が生じ、出血が生じると、この脳脊髄液が流れるシルビウス国のスペースから出血が生じるわけです。さらにその横にはシルビウス裂と呼ばれる前頭葉と側頭葉を分ける裂口があります。そして今度はこの部分ですね。この部分には側脳質下核があり、くも膜下出血が生じると脳脊髄液が流れるスペースに出血が生じますので、水頭症が生じます。この側脳質下核の部分がその水頭症を評価するのに非常に重要な解剖部位です。続いて、スライスを少し上にめくり、側脳質広角のスライスをチェックしていきます。この側脳質の後ろの部分である側脳質広角は、重力的に血腫が貯留しやすい位置であり、必ずチェックする必要があります。また、このスライスでもシルビウス裂が観察されるため、必ず左右を比較しながら、この部分の溝もチェックし、左脳と右脳の仕切りである大脳縦裂の部分も重要な部分です。この部分もチェックしていきます。続いて、スライスがさらに上がり、後位脳項のスライスです。このような上のスライスの脳項にも、くも膜下出血が生じた場合、血液が溜まる可能性があり、くも膜下出血といえば、最初のペンタゴンの断面などが有名なため、ついついそちらに目が行ってしまいがちですけれども、このような高いスライスでの脳項にのみ、血液の貯留が生じた場合は、見逃しの可能性がありますので、注意が必要です。続いて、脳幹のスライスについて見ていきます。こちらに脳幹に含まれる鏡と呼ばれる構造物があるんですけれども、その鏡の前にも脳脊髄液が流れるスペースがあります。この部分を鏡前層と言い、くも膜下出血が生じた場合には、この鏡前層にも出血の信号が生じる場合があります。外傷性を除くと、くも膜下出血の原因の約8割は脳動脈瘤の破裂です。そして、その脳動脈瘤の、できる部位というのは、後発部位があって、それは血管の分岐部にできやすいという共通点があります。例えば、このような血流が、この2つに分かれる部分ですね。このような分岐部に力が働きます。これは、河川、川ですね。川と同じように、川もその二股に分かれる部分に、水流の力が集中して、その部分の土が削られやすいといったイメージは持ちやすいと思いますけれども、それと同じで、血流の場合も分岐部に力が働き、その部分に脳動脈瘤ができやすいようです。こちらに脳動脈瘤の後発部位とその割合を示しましたけれども、この割合は文献によって様々ですが、特にトップ3ですね、前交通動脈 ACOM、内頸動脈、後交通動脈分岐部 ICPC、中大脳動脈 MCA のトップ3に関してはよく出てくると思います。そして脳動脈瘤を探しに行く場合には、このトップ3の順番、ACOM、ICPC、MCA、そこから、この以下に続くというふうに探していった、
ていただくと効率よく脳動脈瘤を探しに行けると思います。それでは脳動脈瘤の破裂が原因のくも膜下出血の症例を中心にいろいろな症例を見ていきたいと思います。まずは74歳女性、嘔吐一過性意識消失の患者さんです。くも膜下出血を疑った場合、まずペンタゴンの断面から見ていくんですけれども、脳脊髄液が流れるスペースが明らかに高進行になっています。隣に正常画像を示しますけれども、通常脳脊髄液が流れる部分は低信号ですが、この部分に出血が生じた場合、この低信号が、なくなり信号が上昇していきます。もう少し上のスライスに行くと、大脳縦裂や左のシルビス裂を中心に出血の信号があります。さらに上のスライスに行き、後位脳孔を観察してみますが、後位脳孔にはあまり出血は目立ちません。今度は脳幹のスライスに下がっていき、観察していきますけれども、この部分にくも膜下出血の信号がありますが、少し骨があって分かりづらいですけれども、胸の前の胸前層の部分にも出血があるように見えます。CT アンギオグラフィーを施工してみると、この黄色の矢印の部分ですね、前交通動脈の部分に動脈瘤があります。この前交通動脈の動脈瘤ですけれども、くも膜下出血の原因となる動脈瘤のうち最も多い部分となります。この前交通動脈に生じた動脈瘤の破裂によるくも膜下出血の症例でした。続いて、59歳女性、後頸部横起嘔吐の患者さんです。スライスをグループ分けして丁寧に読影していくと、この脳底層やシルビウス骨、シルビウス裂に血腫が見受けられます。また側脳室下核の拡大所見が見受けられ、水頭症も合併しているようです。上のスライスにめくっていくと、このスライスでもシルビウス裂に血腫が見受けられますが、左右差があるようです。後位脳孔には血腫が目立ちません。スライスは下に下がり、脳幹のスライスを見てみると、胸前層にも血腫が見受けられました。この方は、このスライスで、シルビス裂に血腫の左右差が見受けられましたが、このような血腫の左右差がある場合には、この血腫が目立つ方に瘤が多いとされています。また、よく見てみると、このシルビス裂の部分に、血腫の中に相対的に低吸収の部分が見受けられます。この部分、この黄色の矢印の部分がそれに相当するんですが、その部分に一致して中大脳動脈に動脈瘤がありました。この瘤が破裂のくも膜下出血と診断された症例です。このように動脈瘤自体が血腫内に相対的に低吸収として病出されるサインをフィリングディフェクトサインと言います。このフィリングディフェクトサインはくも膜下出血の約 30% で見受けられるとされ、1センチ以上の動脈瘤、特に大きい動脈瘤で認められやすい所見とされています。先ほどの症例では側脳室下核の拡大所見が見受けられました。こちらくも膜下出血の症例と正常の画像を並べて表示しますけれども、この側脳室下核の部分が拡大し、人が微笑んでいるような表情が見受けられます。この表情を形容して、このサインをニコニコサインと言います。ユニークな名前ですけれども、しっかりと教科書や文献に載っている用語です。くも膜下出血の合併症である水頭症を早期に診断できるサインで、くも膜下出血の約 15% から 30% に水頭症を合併すると言われていますけれども、この水頭症を最も鋭敏に検出できるサインです。症例によっては出血が分かりづらい症例があり、臨床的に明らかにくも膜下出血を疑うんですが、出血が分かりづらいと。そういう時に、時として出血よりも鋭敏にくも膜下出血を示唆する所見として捉えられることがあります。なので、このペンタゴンのスライスなどの出血に加えて、くも膜下出血を疑う場合には、必ずこの側脳室下核を確認するようにしましょう。続いて84歳女性、発熱意識レベル低下の患者さんです。手順通りにスライスごとに読影していくと、脳底層や胸前層、また後位脳孔に出血は目立ちません。こちらのスライスでは両側のシルビウス裂と側脳室口角の部分に液体貯留が見られます。こちらは血液が貯留した所見ですけれども、この所見が決め手となって造影 CT が行われます。そしてバジラートップと呼ばれる脳底動脈の頂上部に動脈瘤があり、この動脈瘤が破裂のくも膜下出血と診断されました。
側脳室硬角は重力的に血液が溜まりやすい部位であり、このように分かりやすい症例もありますけれども、非常に微量の血液が貯留している場合もあるので、わずかな水平線も見逃さない意識で読影していくことが重要です。ここまで典型的な症例をいくつか見てきましたけれども、ここからは見逃しの可能性がありそうな診断が少し難しい症例を見ていきたいと思います。まず46歳女性、突然の激しい頭痛の患者さんです。臨床的にはくも膜下出血を強く疑いそうですが、ペンタゴンの断面やその他の断面で明らかな高信号はありません。まず違和感を持ってほしいのがこの側脳室下角の部分で、口角が上がったようなニコニコサインの所見が見受けられます。水頭症の可能性がある所見です。そしてここからはですね、くも膜下出血といえばついつい高信号を探してしまうんですけれども、読影に関して意識を変えることが必要で、高信号を探すというよりも、脳梗に溜まった出血によってその脳梗の低信号がなくなる所見を探すということがポイントです。そして読影の際には必ず左右差に注目しましょう。その意識をで見てみると、このシルベース国の部分ですけれども、反対側が不明瞭であることがわかります。こちらもこの部分の脳梗に対して、こちらの方が脳梗がなくのっぴりしたような像が見受けられます。このようなのっぴりした像に違和感を覚えることが大切です。この断面に関しては左右ともののっぴりしていますけれども、特にこちらのこの断面が明瞭です。拡大して見てみると、特にこのような部分の脳梗の低信号が消失しており、脳梗のないのっぴりしたような像が見受けられます。このような像があった場合はくも膜下出血を疑うように、し医師と相談するといいと思います。この方はその後 MRI が施工され、フレア画像で脳梗に高信号が見受けられ、この内頸動脈瘤の破裂が原因のくも膜下出血と診断されました。読影のポイントとしては、脳梗だけではなく必ず側脳室下角もチェックし、水頭症の所見を探すこと、そして左右を読影しながら高信号を探すという意識ではなく、通常見られる脳梗の低信号がなくなりのっぴりとした像に違和感を持つということが読影のポイントとなる症例だったと思います。次の症例は71歳女性、外傷後右上肢の軽度麻痺の症例です。ペンタゴンのスライスや胸前層、またシルブース列に高信号は目立ちません。この症例で注目してほしいのは、上のスライスである後位脳梗の部分です。右の脳梗に対して左の脳梗の低信号がなくなり、のっぺりしたような像が見受けられます。くも膜下出血といえばついついこの断面が有名なので、この辺のスライスにばっか目が行き、上のスライスを読影していない方がいますけれども、その場合は、このように上のスライスのみ所見がある場合には見逃してしまう原因となります。くも膜下出血を疑う患者さんが来られた場合には、必ず上のスライスをチェックするということを忘れないようにしてほしいと思います。そして必ず左右を比較しながら脳梗の低信号がなくなっているという意識で、読影をすると見逃しが防げると思います。こちらの症例でも MRA が施工され、脳梗に入った血液の高タンパクを反映した高信号、そしてデオキシヘモグロビンやヘモジロリンといった常時生体による自家率効果が原因の T2 スター低信号が見受けられ、外傷後のくも膜下出血というふうに診断されました。くも膜下出血の画像診断についてですが、臨床症状からくも膜下出血を疑う場合、まず第一選択は単純 CT になると思います。その場合、急性期の症例では 90% 以上の感度でくも膜下出血を検出することができます。しかし単純 CT では 10% の症例がわからない、もしくは非常に判断が難しく、急性期から急性期慢性期へと時間が経つにつれて感度が低下していくことに注意が必要です。その場合は MRI が診断に有用です。 MRI の場合、出血を検出する場合 T1 強調画像というイメージを持っている方もおられるかもしれませんが、 T1 強調画像は意外と感度が低く、フレアもしくは T2 スター強調画像が非常に有用です。特に急性期の場合はフレアでは検出率は 100% となっており、この 10% の見逃しを拾える可能性があります。
また、急性期から慢性期にかけては、検出率が低下していきますけれども、T2 スター強調画像、もしくは SWI が 100% となっており、フレアと T2 スター、もしくは SWI の組み合わせで診断することが有効と思われます。T2 スター強調画像、もしくは SWI は、急性期、慢性期の検出に有効ですけれども、鍼灸の判断が難しいことには注意が必要です。また、発症後5日後以降の症例では、腰椎穿刺での確認が望ましいとされています。続いて、67歳女性、外傷の症例です。1.5 メートルの高さから後頭部を打撲したということで、後位脳後のスライスの後頭部にこのように皮下血腫があります。まず、脳底層やシルビウス骨に血液の貯留はなく、側脳室、下角のニコニコサインもないようです。胸前層にも血液の貯留はなく、側脳室、口角にこの部分にも血液の貯留はなく、脳梗の左右差もありません。また、後位脳梗にもくも膜下出血はありません。ここまでチェックして、唯一チェックしていないのが、この大脳縦列の部分なんですけれども、この大脳縦列や、ここの大脳縦列にはありませんが、この大脳縦列下部の部分ですね、この部分にくも膜下出血があります。この方は、すべてのスライスでくも膜下出血と認識できたのは、この部分のみだって、非常に診断が難しかったと思います。くも膜下出血の所見が現れやすい場所を意識し、丁寧に読影することが大切だと感じた症例でした。くも膜下出血の治療については、くも膜下出血は再出血をきたしてしまった場合、致命的となってしまいますので、再出血を防ぐため、血圧の管理や鎮痛、鎮静を行った上で、内科的治療としてコイル塞栓術、外科的治療としてクリッピング術などが行われます。このような治療方針につながるような画像については別動画で詳しく解説していきたいと思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回はくも膜下出血について説明させていただきました。くも膜下出血はスタッド報告の対象となる緊急疾患ですけれども、絶対に見逃さないという志のもと、しっかりと放射線技師も読影していく必要があります。そして見逃さないための読影技術として、脳室とくも膜下腔の正常解剖について説明させていただき、画像所見の典型像について説明させていただきました。ここからは読影するコツですけれども、読影するスライスをグループ分けして、左右比較を意識しながらポイントとなる部位を見ていきます。そして、読影の意識を変える必要があり、ついつい高信号を探してしまいますが、例えばシルビウス列の本来の低信号がなく、のっぺりとした像を探すなど、低信号がないという意識を持つことが大切だと説明させていただきました。大脳縦列や後位脳梗にのみ出血がある場合は、特に見逃しが多いので、注意が必要です。そして、モダリティごとの適用を知るということですね。例えば、発症後3日くらい経っている症例では、CT では不確実となる場合が多く、また、少しでもくも膜下出血を疑う所見がある場合には、MRI を提案するなど、しっかりと医師とコミュニケーションを取ることが大切だと思います。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立ったならば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。